こんにちは、賃貸の正木の吉田です。本日は、奈良県磯の上町にございますバロワールの方をご紹介させていただこうと思っております。今回こちらのねバロワールなんですけども、現在2部屋、空きが出ておりまして、1階と2階、どちらもね、1つずつ空きが出ている状態です。ただね、まだ、入居中ということもございまして、建物の周りの雰囲気や、外観のね様子なんかをお伝えできればいいなと思っております。私立っているスペースが駐車場になるんですけども、全然ね問題なく1部屋につき1台ずつ駐車場取られてますので、お車をお持ちの方でも、問題なく借りていただけると思います。建物自体もですね、ありましょうか。このようにですね、非常におしゃれな外観の、アパートとなっております。お部屋の間取りは、1階2階ともにね 1LDK タイプの間取りとなっておりまして、使い勝手のいい、間取りに、仕上がっていると思います。自転車なんかねお持ちの方もいらっしゃると思うんですけども、駐輪スペースもですねこのようにしっかり、確立されておりますので、自転車をお持ちの方でも問題こちらも全くございません。ゴミボックスもですね、実はちょっと見にくいんですけども、駐車場の端っこに設置されてますので、ゴミのね、捨てていただく場所なんかもすごく楽ですね。こちらの場所的にもですね、国道の169号線にすごく近い場所になりまして、天理インターですね、天理インターもすごく近い場所になりますので、そういったね、三重の方へ向かわれるお仕事の方なんかにでも借りていただける物件だと思います。詳細の方は私どものページですでにアップしておりますので、そちらの方の確認も合わせてお願いいたします。奈良のおもてなし、奈良心、賃貸の正木では皆様の家探しを全力で応援いたしております。ご視聴ありがとうございました。